メアブッシュはドイツ連邦共和国の都市でノルトベストファーレーン州の州都であるデュッセルドルフに隣接する都市。人口はおよそ5万5千人。メアブッシュとも表記される。デュッセルドルフ市は人口60万人程度で日本企業の駐在員やその家族を含む日本人が5千人ほど在住しているが、そのデュッセルドルフ市の中央エリアまで電車で20分。 車で15分ほどの距離に位置しながらもより落ち着いた雰囲気の小規模な街であるため、デュッセルドルフに通うおよそ900人弱の日本人が在住している。海外の都市における日本人比率はデュッセルドルフのそれを大きく上回り世界3位である。その日本人のほとんどはビューデリヒ地区に在住しているため、その地区における日本人比率は4%強に及ぶ。 日本総菜カフェの名の花、日本食レストランイート東京のメアブッシュ店などの日本食店も存在する。メアブッシュ市は完静な住宅街であるが、ドイツにおける一人当たり納税額が一位であることで、知られるように裕福な住民が多く、豪邸が並ぶエリアも存在する。住環境の良さとデュッセルドルフ市へ、デュッセルドルフ国際空港へのアクセスが良いことで、バランスが取れていることが、 日本人駐在員や高所得者層に人気が高い理由と考えられる。日本の市場なわてしと姉妹都市協定を結んでいる。ありがとうございます。